はい、こんにちは、今週も水曜日村井チャンネルよろしくお願いします。今日はですね、この間のトランベンに行ってきたんですけど、その時、先週、あれでしたよね、バッファローの群れの紹介したと思うんですけど、今週は、トランベンに行った時の、いろんなマクロの、動画をちょっと、撮ってきたんですね。なので、ちょっとそれについて、その撮ったものを、ちょっと説明しながら、ちょっとみんなに紹介していこうかなと思います。ですね、ちょうどね、この辺にちょうど映ると思うんですけど、それについて一個ずつ紹介していきます。まずですね、これですね、ここに今映ってるやつなんですけど、これがね、これ一瞬こう耳コクトパスに見えるんですけど、これ実はワンダーパスオクトパスっていう、もうほとんど似てるんですけどね、まあいくつか違いはあるんですけど、まずですね、吸盤の色がワンダーパスの場合ってちょっと黄色っぽい感じなんですよ。でミミックっていうのは吸盤が結構真っ白になってて、まあそれぐらいなのかな、見分け方ってっていう感じなんですけど、僕の経験だとどちらかというとワンダーパスの方が色がちょっと黄色っぽいっていうか薄い感じがしますね。でミミックの場合はどっちかっていうと結構真っ黒の模様が入ってるっていうんですね。それがちょっと違いかな。でもう一つこれですね、これがね三宅手栗の幼魚ですね。これも結構まあ伊豆とかにもねいるんですけど、すんごいちっちゃかったんですよね。これめちゃくちゃ可愛かったんでちょっと動画で撮ってみました。あとですね、これですね、これがですね、巾着ガニっていうカニですね。これもみんな知ってますよね。これちょうどこれ僕見つけた時、この巾着ガニが卵持ってるんですよ。これ真ん中にオレンジ色になってるのがこれ卵になってるんですけど、今このボンボンを2つつけてるのがこれイソギンチャクですね。カニバサミイソギンチャクっていうこのイソギンチャクを、この巾着ガニが持ってるところです。ちょうどこれ向かって右側のところに持ってるのがちょっとこう挟んでるのがわかると思うんですけどね。これが可愛いですね。これ結構ダイバーに人気で、なんか見た感じちょっと笑ってる感じがしますね。でですね、これですね。これは花見のカサゴの赤ちゃんです。これ花見のカサゴの赤ちゃんとミノカサゴの赤ちゃんの違いって、胸びれのところにピンク色のこう丸い点々点みたいなのがあるじゃないですか。これが、花見のカサゴの幼魚の特徴になってます。で、まあ、あと大きな特徴ってちょっとわかりづらいんですけど、胸びれの数が13本と14本っていうのも、まあ違いは違いなんですけど、まあこれはもう水中では見ても絶対わかんないと思うんで、まあ大きな違いはもうそこでと思います。そのピンク色の水玉模様が入ってますよね。これまた大きさすげえちっちゃかったですね。1センチぐらいかな。もう体が透明で、めちゃくちゃ可愛かったです。あとですね、これですね。これはですね、テナガドコン族の一種っていう、まあ、なんて言うんだろうな、ワンダーパスとかミミックとはちょっと違うんですけど、ちょっと一見マダコっぽいんですけど、まあ、マダコ族で、テナガドコ族の一種になって、ちょっと手が長いですよね。これもあんまりいないタコだと思います。これもちょっと珍しくて、ちょっとみんなで興奮して、みんなで写真撮ったタコなんですけど、この動き方がなんかすごいっすよね。なんか面白いっすよね。あ、そうそう、これですね。これがですね、よくみんなが知ってるカンナツノザヤウミウシに似てるんですけど、これトランベンで見る、このカンナツノって、まあ、いろんな種類のいるんですけど、今回この見た子って、ちょうどこの手のところが真っ黒になってるんですよね。で、なんか、いつも見るよりもその手のところがぶっとい感じがするんですよね。なんかこんな不思議なウミウシもトランベンにはいるんですよ。これも間違いなくオセとかね見るのとちょっと違いますよね。あ、そうそう、今回ですね、僕見た中で一番珍しいなと思ったエビがこれなんですよ。これ多分乙姫エビ族の一種になると思うんですけど、これちょっと僕の今ね家にはちょっと甲殻類図鑑がなくてわかんなくて、クラブハウスの方に行けば多分載ってると思うんですけど、これ体に黄色の水玉がね、あるすごく変わったエビですね。あんまり見かけないエビだと思います。で、続いてこれですね。これは黒のクマドリカエランコですね。まあこれはもうね、泉はたまに、っていうか秋とか、11月、まあ10月ぐらいから出始めてきますよね。
ね。あんまり東伊豆では見られなくて、西伊豆の方がちょいちょい出てくる、カエルアンコウですね。これも可愛いですね。これなんか結構トランベにはもう意外と普通にいるんですよ。で、あ、今回これですね。トゲツノメエビっていうエビです。これは伊豆ではもうほとんど見られることはほぼないですね。まあ沖縄の方とかでは見られるのかもしれないんですけど、これ毎回トランベに行くと、大抵いるんですよ、これ。すごい可愛いんですよ、これ。動き方がすごい可愛くて、なんかこう頭をこう上下に揺らしながら、歩くエビで、この子も結構可愛いですね。だいたい、そうだな、2回に1回はトランベに行くと見れますね。いや、違うな。5回に4回ぐらいは見られてるかなって感じですかね。はい。まあ、こんな感じです。もうとにかく結構トランベンってマクロの生き物すごく面白いんですけど、この動画なんですけど、普通に動画で撮ったとしても、あんまりこうやって色がしっかり綺麗に出ないんですよ。やっぱり水中ライトがないと、ここまで色がしっかり出ないんで、動画を撮るときっていうのは、やっぱりどうしても水中ライトっていうのは必需品になるかなと思いますね。はい。もうぜひちょっとみんなも、まあ、写真もすごく楽しいんですけど、水中ライトがもしあれば、こういう感じで動画を撮っていくと、すごく楽しいダイビングに、変わっていくんじゃないかなって思います。はい。今週は、トランベンの、マクロの動画について、紹介しました。また来週水曜日にお会いしましょう。村井チャンネルでした。じゃあね、バイバーイ。